はい、皆さんこんにちは。トクタベ TV のトクトミです。2024年8月に911日でタイに旅行に行ってきました。その際に約30のローカルのお店に行って、さまざまなタイ料理、フルーツ、ドリンクをいただいてきました。今回はその中からバンコクのローカル食堂ベスト5をセレクトしてみたいと思います。あくまで僕の経験の範囲内のみですので、この他にもまだまだたくさんのローカル食堂はあります。その点はご容赦いただければと思います。それでは第5位からカウントダウンしていきましょう。第5位は BTS のクルントンブリー駅の近くにある食堂です。店名はすみません、わかりません。 Google マップを見てもタイ語での表記になっていて、それを Google 翻訳にかけてみると麺番号9と出てきます。これが果たして店名なのか、なんとも自信がありません。さてさて、こちらのお店は下町的雰囲気がある通りにありまして、カオマンガイと麺類のお店のようです。僕はカオマンガイを注文してみました。店員さんは僕の拙すぎる英語をニコニコしながら聞いてくれていたのが印象的です。店内はオープンエアで、飾り気のないいかにもタイのローカル食堂という感がありました。席に着いたら、多分2分もしないうちに注文したカオマンガイが出てきました。あとタレとスープですね。そしてカオマンガイの横にはキュウリと血の塊も添えられています。それではいただきます。最初はタレをかけずに食べたわけですけれども、それでも十分すぎるほど美味しいのです。その優しい味がものすごく好みで、何度でも通いたいと思っちゃいました。ちょっと辛めのタレをかけると、さらに美味しさもアップ。事前情報ゼロの飛び込みで入ったお店ではありましたが、大当たりでした。このお店が第5位です。第4位は BTS のプロンポン駅の近くにあるドリンクスタンドです。場所はスクンビットソイ33タップ1を入ってすぐのところです。タイ語学校の前あたりですかね。なんだろうバーみたいな、その前あたりですね。店名についてはすみません、やはりこちらもわかりません。バンコクに来て2日目の朝、ドリンクを探し歩いていた時に偶然このお店を見つけました。行列ができているというほどではないのだけれども、割とお客さんがいたので僕の目にも入ってきました。初めてこのようなドリンクスタンドを利用するので、注文の仕方がわかりませんでした。メニューもタイ語なんですよ。読めません。で、何か数字が書いてあって、まあ、これが値段だろうなというふうには思いました。さて、で、たまたまここにいたお客さんが英語で僕と話をして、それをお店の方に伝えるという伝言ゲーム形式で、なんとか注文することができました。アイスコーヒーが25バーツ。まあね、ネスカフェのインスタントコーヒーなのでしょうけれども、むちゃくちゃ美味しいと感じました。もちろん甘々です。もともと僕は甘いもの好きではあるのですけれども、その期待感をさらに上回る甘さでした。実はこの翌日も同じようにこちらでアイスコーヒーを購入しました。その際は直接お店の方に英語で注文をして、問題なくアイスコーヒーが出てきました。第3位は中華街のお店です。中華街といえば、やはり中華系の料理というイメージがあるでしょうが、実は街の中には喫茶店もたくさんあるのですよ。その中でも僕が気に入ったのがこちら。英語表記の店名があるのですけれども、なんて読むんだろうな、これ。イーサエ？イーサー？コーヒーショップですね。はい、で、中華街のメインストリートであるヤバラート通りから南にちょっと入ったところにお店があります。大きな目立つ看板はないものの、お店の外にはお客さんのお年寄りの方がたくさんいるので、わかりやすいかと思います。まあ、皆さんね、こう集まって、会話をしながらコーヒーを楽しんでいました。さて、中に入って注文です。2枚1セットのトーストに何を塗るのかは複数選択肢がありました。お好みの味を探してみるのも面白いかもしれませんね。この日は朝食を食べに訪問しました。まずはドリンクのアイスコーヒー。バケツに入っています。バケツです。まあね、
普通のカップでも飲むことができるのですけれども、このような非日常的な飲み方がものすごく個人的には嬉しかったですね。味はもちろん泰式なので甘いのですけれども、さすが喫茶店のコーヒーということで味に深みも感じることができました。これね、すんごく美味しかったんですよ。ものすごく好みでした。実は2日連続このお店に行きまして、そして2日連続このアイスコーヒーを飲んじゃいました。トーストは2枚1セットです。何を塗るのか別々のものを指定することができます。初日は両方同じもので指定しちゃったのですけれども、2日目はちゃんと別々のものにしてみました。この日は左がバターシュガー、右がバターチョコレートです。両方ともバターになっちゃいました。まあバター好きなので全く問題なしです。その他、エッグカスタード、コンデンスミルク、マーマレードジャム、チリペーストなどもありました。ベストセラーの組み合わせはバターシュガーとエッグカスタードだそうです。コーヒーも美味しかったけど、このトーストがまた最高なのですよ。きっとカロリーはものすごく高いのでしょうけれども、そんなことはお構いなしにペロリと食べられちゃいます。これね、食べやすいようにこう小さなサイズにカットされています。でこの長いね、爪楊枝なもので、刺して食べるという形になります。個人的にはバターシュガーの方が好みでしたね。第2位は同じく中華街にあるヘンヨッドパックです。ラーマ四世通り沿いにあるお店です。最寄りの駅はフワランポン駅ですね。こちらはどうやら大人気の有名店のようです。中に入ってみようとすると、屋根はあるもののお店の外に調理場があるのが特徴的でした。クーラーもなしなので調理師の方はきっと灼熱地獄の中ご料理をするんでしょうね。さあお店の中に入ってみましょう。まだ午前中の11時前ということもあってお客さんは少なかったです。メニュー表は壁面にありました。タイ語だけでなく英語と中国語での表記もあります。値段を見てみるとだいたい60バーツから80バーツですね。僕はこの中の4番卵麺のラートナーを注文してみました。70バーツです。注文してから1分くらいで出てきちゃいました。むちゃくちゃ早いです。卵麺は揚げ麺でもありますね。そこにあんかけがたっぷりとかかっています。具は豚肉とケール。まずはスープから飲んでみました。これがね、むちゃくちゃうまい。甘さが結構強めにありました。あんかけということもあって熱々でもあります。最初から最後までこの熱々さは続いていましたね。そして最初はカリカリな卵麺もだんだんとこのスープによってひたひたに変わっていく食感も楽しかったです。豚肉とケールはざっくりカットで食べ応えがありました。テーブルには各種調味料もあるので味変をして食べるのもいいでしょうね。もう僕はね、そのまんま食べ進めちゃいました。タイ料理といえば辛いというイメージがありますが、これは甘くて優しい味でした。ちなみにバイクデリバリーのピックアップの方もたくさん来ていました。それだけ人気店ということですよね。ここはもう間違いなくおすすめのお店です。第1位はダントツです。もしかしたらこれまでの僕の人生の中でも最上位クラスの美味しいものだったかもしれません。ここはサパーンタクシン駅の近くにあるカームトロックスンです。ここ駅前のジャルンクリン通りから1本路地を入った先にお店があります。看板はタイ語なのでここが目的のお店なのか一瞬迷っちゃいました。ここも調理場は外にありますね。席は建物の中、そして歩道にもちょっとはみ出しています。注文したのはライスウィズスチュードポークリンプ。多分これがカオカームという料理でいいと思います。豚足煮込み、
とでも言いましょうか。ライスは別皿で出てきました。実際に食べてみると、お肉が口の中で一瞬にしてとろけていきました。そしてうまい。これほどまでに柔らかな豚肉はこれまで食べたことがありませんでした。ここまでとろっとろな食べ物がこの世の中にあったとは。味付けは結構濃いめなのでライスが進みます。そのままお肉だけを食べてもいいのですけれども、ライスに汁をかけ、さらにお肉も一緒に口の中に入れると最高の幸せを味わうことができました。今回の旅の中で訪れたローカル食堂の中では2位を大きく引き離していると感じました。もし僕がたくさん食べることができる人間だったら、間違いなく2皿目を頼んでいました。次回のタイ訪問時にも必ず立ち寄ることを誓いました。というわけで、今回は2024年8月に訪問した約30のローカル食堂の中からベスト5を選んでみました。こうして並べてみると、辛いものではなく甘い料理が並んでいます。僕はもともと甘いものが大好きです。タイ料理というと辛いというイメージがあるものの、ね、そこまで辛いものばかりではなかったなぁと思っています。むしろ辛いものが苦手でもうまい具合にお店を選べば甘めの美味しいものに出会えるなと感じました。しかし僕は辛いものが嫌いではないのです。そこまで得意ではありませんが、むしろ好きです。なので次回のタイ訪問時には積極的に辛い料理にもチャレンジしてみようと思います。それではこの動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。この優しい味は嬉しいですよ。